にちは、バリカンです。今回は山梨六ダム総合カード編完結編です。最後のダム、山梨県北杜市にあります大門ダムにやってきました。ついに最後のダムにやってきました。嬉しいような、ちょっと寂しい。さあ早速ダムを見てみましょう。今回の大門ダムは山梨六ダムの一図の一番にあたります。ダムのダム向こう岸に何か文字が見えますね。選定してあるんですね。大門ダム清里湖。こちらの大門ダム、このダム湖の名前は清里湖と言います。このダムは昭和63年、1988年に完成して、形式は重力式コンクリートダム、抵抗はですね65メートル、堤長の長さは180メートルとなっております。そしてこちらダム、他のダムとちょっとダムの壁が違うの分かりますか？この地域は八ヶ岳の火山灰など漏水しやすい、地質なんで、貯水池のこの右岸の尾根部分にアスファルトフェーシングって言ってですね、厚さ30センチのアスファルトでこの山肌を覆う、そういう施工を行っているんですね。このですからダムの本体以上にこういったところに、遮水口に数々の工夫をしている、そういったこともありまして、府や県の施工のダムとしては初めて、土木学会の技術賞に輝いたという、そういう輝かしい、歴史があるダムなんですよね。こちらがその賞を受賞した時の記念碑です。駐車場の前にありますから、皆さんもぜひご覧になってください。当時の技術の結晶です、山梨県の、素晴らしいじゃないですか。こちらも土日のダムカードの配布は、開始されています。ちなみに流木は、やっていないということだそうです。本当、他のダムとは雰囲気が全然違いますよね。一見貯水池のようにも見えるし、それでもあのアスファルトフェーシングっていうのでこの漏水を防いでるんですよね。すごい技術ですよね。ちょっと今日は曇りなのが残念なんですけれども、また晴れた日、秋なんかもこの辺は色づいて綺麗ですよ。 あそこに見えるのは管理所ですね。はい、こちら側も見てみましょうか。はい、こうなってますよ。放水してますね。
何の鳥かな、すごく綺麗な声で鳴いてますね。あそこに映ってるの見えるかな。あ、飛んでいっちゃった。来ました。まあこの時期は熊が出るかもしれない。言いますかね。ちょっと周囲を気にしながら見てみましょう。青空も見えてきました。いやでもこの梅雨の時期に雨が降らなくてよかった。迫力ありますね。では大門ダム管理所に向かいます。はい、大門ダムでダムカードいただいてきました。じゃーん、ありがとうございます。最後のダムカードです。ステーキラーメンです。そしてこちらが山梨六ダム総合カードです。やりましたよ皆さん。これ裏面です、ね、ここで、各ダムのダムカードをですねちゃんと写して、ありますので、そちらをご覧ください。全部のカードを並べてみると達成感がありますね。それでは攻略法の解説です。攻略法といっても6つのダムをお子さんと一緒に安全になおかつ効率的に回る際のヒントにしていただければ幸いです。出発地点は甲府駅を基準にして、移動は車を使うとして解説します。まず1日目は1番の大門ダムか2番の塩川ダムに向かいます。どちらのダムも車で約1時間ほどで行くことができます。そしてダム同士の距離が近く、車で約30分から40分で行き来することができますので、1日に2つのダムを回ることが可能です。2日目は4番の
琴川ダムか5番の広瀬ダムに向かいます。どちらのダムも車で約1時間ほどで行くことができます。そしてこちらのダムもダム同士の距離が近く、車で約40分から50分で行き来することができますので、1日に2つのダムを回ることが可能です。3日目は6番の深代ダムに向かいます。深代ダムは他のダムより少し距離が遠く、約1時間半ほどかかりますので、1日かけて行くのがおすすめです。最終日の4日目は3番の荒川ダムに向かいます。荒川ダムまでは車で約40分ほどですが、なぜ最終日にしたかというと、ここまでで5枚のダムカードをもらうことができましたが、5つのダムは2022年6月現在土日にもらうことができます。しかし荒川ダムだけは平日のみの配布ですので、他のダムのカードを集めた後に現時点では土日配布の再開を待つか、夏休みなどに合わせて平日に行くことになるからです。安全で効率的に6ダムを回るには、最低でも4日は使うことをお勧めいたします。またダムに向かう際は事前にダムの管理事務所にカードの配布状況や道路状況を確認してから行ってください。はい、山梨6ダム総合カード編、今回が完結編です。ご視聴ありがとうございました。カードが全部揃うとやっぱりいいですね。こう集めると楽しいですね。今年はあと冬から新緑にかけて集めたんですけれども、例えば夏の時期、秋の時期、そういうのに回ってみてもまた景色が違っていいんじゃないかなと思います。とっても楽しい体験でした。ありがとうございました。はい、このチャンネルでは、甲府のさまざまな情報やイベント、そしてグルメなど、そういった動画を上げたり、ゲーム配信をしたり、または私のチャレンジ企画、そういったものも、今後やっていきたいと思います。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バリカンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。